大学の学びを変えるゲーミングという、僕はこの本出てたの知らなかったんですけど、2020年に。あ、そんな前の本なんですか、ね、ちょっとびっくり。あら、そう。うん。だから、シミュレーションゲーム学会に入ってる人が今いないんでしょ、みんなの中にはね。うん、だから、倉橋さんとか入ったわけですよ。あ、そうそう。倉橋さんももしかしたらご存知だったかもしれない。で、で、この本どういう本かっていうと、もう完全に言えば教育です。だから授業にゲーミングをどう導入するかっていうのがまあ主題です、はい。だからまあ僕らのアンテナに引っかからなかったのがあって、大体教育ゲームって嫌いじゃないですか、まあ、まあそういうのがあってね、大体うさんくさい人が多いし、まあ、でもこのリセットでさっき言ったあのマネジメントとかを取り入れるのは極めてたやすいと思います、ね、そうですね。だからまあ毛嫌いするもんじゃないし、まあ、そもそもあのここでゲーミングって言ってるけど、これどういう文脈で出てきた言葉かっていうものがあるわけです、うんうん、で僕らゲーミングって言ったら、まあ、最近流行りで、まあ、例えばあのユーロゲームなんかもゲームにするかゲーミングにするかみたいな役をね、はいはい、話がありましたけど、まあ、基本的にゲームをすること、ゲーミングみたいな感じなんですけど、あのここで言ってるゲーミングは多分文脈がもうちょっとあの深いというか違くて、で最後の話である、日本シミュレーション&ゲーミング学会という学会がありまして、うん、でまあ、ほとんどの人、まあ、だからその学会基盤で出てきたような本なんですよね、これ、うん、ほとんどメンバーが多分ほとんどその人 で僕はこの学会にするほとんど何も知らんので、うん、詳しい人がいれば補足してほしいんだけど、あのちょっと調べた結果ね、あのまずあの上の方のイサガ、インターナショナルシミュレーション&ゲーミングアソシエーションかな、これがアメリカの本場 の、うん、国際シミュレーション&ゲーミング、まあ、69年から発足してます。で日本で同じようなこの日本版ができたのが89年、古いんですよ、うんうん、多分ゲームとか名の付く中ではもう相当古い方だと思う、うん、19年って全部間違いない、ね、でそこのサイトのですねトップページにこういうことが書いてあります。あ、人文科学における心理教育学習のゲーミングから社会科学において社会問題の解決策を探索するためや社会経済システムの挙動を理解するために人間が参加するシミュレーション、自然科学や工学におけるモデルに基づくコンピューターによる数値シミュレーションからアミューズメントゲームに至るまで、これらに関連する多様な人々が参加しています、うん、っていうことですね。だからこういう文脈でのゲーミングなわけですよ、うん、でそのシミュレーション&ゲーミングっていう言葉をもうちょっと深掘り、あのこの文脈で深掘りするとですね、あのさっき言ったらこの本が出てくるんだけど、あの社会デザインのシミュレーション&ゲーミング、これが2000年くらいの本なんですけど、あの、うん、ここで言われているシミュレーションゲーミングっていうのは、まあ、このシミュレーションゲーミング で、それがどういうことかっていうと、あのちょっと歴史が概観したのが第一章にあるんですね。でそれをざっとまとめていますと、18世紀末にまず、あ、こういうシミュレーションのゲーミングの発端ということですね、歴史的な発端、まあ、まず18世紀末に、まあ、この回でもやりましたけど、うん、クリックシュピールが、うん、ゲームが出てくる、うん、でその後、まあ、戦後、まあ、1940年代くらいにコンピューターが開発されて、うん、そこであのシミュレーションが成立するわけですね、うん、はい、でその後70年代以降は様々な分野にそれが応用されていくわけですよ、うん、まあ、マネジメントゲーム、国際関係、うん、でアーバンゲームとは、まあ、都市工学っていうか、都市のね、うん、あの開発とか、でもちろんここで教育とかも入ってくるんですね、うん、で問題解決とか、あと科学理論の検討とか、うん、そういうあのヒューリスティックの検討とかね、そういうのもいろいろ入ってくると、でそういう手法で何が得られるかっていうと、まず現代社会いろいろ複雑なんで、あのリアリティの全体像をあの掴むっていうのは難しい。でも、まあ、シミュレーションゲーミングを使えばそれを理解して共有することが、まあ、難易度が下がるということ。あとは、まあ、疑似体験の共有というのはこれまさにゲームですよね。はい、同じあの体験を共有して、そこでこんなことがあったらどうすればよかったかなみたいなコミュニケーションを促すみたいな。であと問題解決、科学理論、学習。あ、これは最後のはね、あのそのシミュレーションとゲーミングというのはどういう分野にあるかっていうのもベン図みたいなのが書いてるんですけど、その、まあ、大きく分けてこの3つがあるよっていう話なんですね。まあ、あの今、まあ、包括的に説明してくれてましたけど、まあ、あのアナログゲームスタディーって僕がやった時にシミュレーションゲーム学会に入った子もいたので、うん、まあ、簡単に言うと教育におけるアクティブラーニングっていうのを考えるときに、アクティブラーニングっていうのは参加型授業ですね、うん、一方通行として教えをするんじゃなくて自分の頭で考えて、まあ、小学校で調べ学習とか言われるのがアクティブラーニング、それが高等教育においてもより積極的に導入するべきだっていう
風潮があるわけで、そこでゲームの方法論が、まあ、応用できるよっていう話なわけですよ。そこでシミュレーションだけじゃなくて、そのシミュレーションにおけるフィードバックっていうのを得て、こうサイクルを回していくっていう方法が、まあ、ざっくり言うとシミュレーション&ゲーミングですね。そういう方法なんです。で今岡田さん言ってくれたように、あの教育方面にね、あの焦点を合わせたのが、まあ、つまりこの本でやってること、うん、ということになりますね。あの今言ってた分野の中でね。でもう一つあの基盤がありまして、この本にで、この本の著者のほとんどの人がこの立命館大学に関係してたんですよ、うん、でなぜかっていうとね、立命館大学の国際関係学部と88年かどういう政策科学部っていう、私よく知らないんですけど、あのここは正規のカリキュラム科目として、おそらく日本でほぼ唯一シミュレーションとゲーミングが学部単位で採用されてるらしいのよ。高橋君がいない。そういないんですよ。高橋君いないの。超いない。いれば説明してくれると思うけど、ね、いたら勤務してた人だから。そうそうそう。むしろそうか、こういう伝統でやる使ってないんだったらない。こういう伝統の中でできてるゲーム研究センターですね、あの大学。ところがね、その立命館大学ゲーム研究センター94年からなんですが、この、 あの2つのが、まあ、3つか、3つの学部に人的交流がどんくらいあるのかとか、うん、それ一切分かりませんので。なるほど。うん、だからね、そう詳しい人がいたら、あの補足してほしいところですね。詳しい人は時々いるんですけどね、うん、残念ながら、まあ、次回も、まあ、この本やると思うんで、本当に質問してるんですかね、うん、そういうのが、まあ、一応この本の基盤としてあります。シミュレーション&ゲーミングの文脈と、まあ、一応立命館大学。あれ、ドクターさんもいない、ドクターさんはいらっしゃいますよ。立命館にいたわけじゃないだろうからな。うん、立命館の人ではないですよ、ね。うん、で、まあ、キーワードとしては、さっき岡田さんも言ったアクティブラーニングですね。で、まあ、これ文科省がね、いろいろうるさく言い出してから人気が下がってますけど、まあ、アクティブラーニングって基本的にやれってことになっていて、教員的には。だから、アクティブラーニングと、あと実務家教員みたいなのも、実務家教員っていいイメージないでしょ、基本的に。まあ、天下りって感じでしょ。まあ、ないですね。はい。だけど実はね、うちの会社から何人か出てるのが、あんまり言うわけにもいかないんですけど、でもないです。言ってください。あの、実務家教員はね、あの、アカデミック的に見ると、これはもう解約でしかないんだけど、こう、現場的にはより入れろってことになってる。半数以上実務教員にしろ。これもすごいですよね。だから僕とかも実務教員なわけですよ。あの、実務教員の定義何ですかって言ったら、いや、実務をしたことがあるなら、実務教員に。大体みんなそうじゃないですか。どうなんだ、それは。という話になって。よくわからない。千人でも全然かなくても、いつも人もいません。別にそれよければ、別にその学芸大を出たそのだけの若造の人たち、なんか3年ぐらいで知識表とかに行ってもらえばいいだけです。いや、だからそういう教員が増えていて問題になってるって話。いや、天下りとか、建前、建前ばっかり。3年ぐらい、なんていうか、会社勤めすることは何も悪いことはないですよ。いやいや、しないよりはした方がいいんでしょうけど。うん、いや、むしろそういうふうにキャリアを、あの、こっちかこっちとかより、誘導的にするべきやろ、ね、明らかに。はい、まあ、だから全体的には実務教員群というのはむしろ造形の塔を開いていくって方向でいろいろってことになっていて、本当その TRPG アクティブラーニングだって言ってやればいいわけだ。いや、合ってるんですよ。いや、本当にシラバスに書いてるから本当に合ってる。RPG アクティブラーニングっていうのは結構多いですね、うん、あの教育で、うんうん、であと巻き合わせてシリアスゲームで、だから僕の論文の一つ寄稿できますよ。それぐらいの成果あるから、もうだって7、8年やってるからね、全部記録ある。ここに来てみんなできそうな気がするけどね、本当に。いや、こういうキーワードあるわけですけど、あんまりこの本にはね、こういう言葉出てこない。ここでの違いも、まあ、この辺の3つって、あるところは重なって、あるところは、まあ、ちょっと違ってみたいにじゃないですか。だから、どういうふうにこれを使う、この言葉を使うのか、もしくは使わないのかっていう、そういう微細な差もちょっと気になるところなんですけど、まあ、ちょっとわかんない。藤野先生がね、藤野徹先生が、数ヶ月前にちょうど安全工学学会誌に安全工学のゲーミフィケーションで教育みたいな感じの論文を出して、その最初の方にね、この辺の違いについてね、書いてるらしいんですけど、ちょっと副書を申し込んだんだが届いておらず、 NDL 関西館から。なので今日はダメでした。 NDL 忙しいの、うん、NDL なかなか、 NDL がダメなのか、郵便局がダメなのかよくわかんないですけど、郵便局だと思うの。昔は次の日に届いてましたからね。今なんか3日だから言うよ、うん、で、月曜だったら金曜に届くんですか。予算はないのか、自分局の方がダメです。で、本書の構成に行きます、第1部でまずゲーミングの授業の魅力について総論がある、これ第1章です、うん、で第2部が実践の事例、これは第2章から8章、
世代3部がゲーミング作成のマニュアルっていうふうになってます。で、あの前書きかな、前書きによればこれはメインは3部であると、うん、まあそうですよね、うん、あのゲームの作り方だから、うん、ただね、あの僕がやっぱ興味持つのは2部ですね、うん、いろんなゲームが載っている。はいはいはい、うんうんうん、やっぱり自分の主義の魅力について言われたもんねでまあ、今回はちょっと短いから、ね、あの2章の3章くらいまでしかやらないんですけど、私がね面白かったのは10章10章は実際にやった前の方でやった授業の、うん、まあ、メイキングの舞台裏みたいなのがあって、これはあのなんかゲームデザイン上からも面白いし、そうですね、まあ、ゲームとは何かみたいなことを考えるにも面白いところだなと思いましたね。そう、でもデザインしてるゲームの水準って、まあ、ざっと見た感じではあのシドサクソのゲームデザインやってるThe Origin of World 1ぐらいな感じぐらいで、てかまあやってもらう、むしろあのこれを見て思ったよりあのすごい、こんな言い方をすればレベルが高いと思いました、うん、もっとひどいと思ってた、正直言って。本当に、うん、でもうちのクラスでは SPI のゲームやりましたよそれはあんま関係ない、 SPI のワールド1を3コマ使ってやって、あ2コマか2コマ使ってやった。いやでも鎖国のゲームなんて面白いと思う。面白いとは思います。だからあのよくなんか、はい、多分いろいろ調べてんだと思うし、うんうん、はい、でじゃあまず第1章から、総論ですね。この総論では、ゲーミング7つの魅力ということで、語っております。で、完全に教育論なんですけど、これは、うん、でまずあのこれ井戸正美先生って読むんですけど、あの北海道の先生かな、うん、であのこの人もねシリアスゲームをなんか研究したりされてる方なんですけど、まずその人の論文を引いてですね、歴史教育において外部観察者の記述を絶対する外観主義っていうのをこの伊藤先生は批判してるわけですね、うん、それに対してある集団組織のある地位や位置に学習者を位置づける、あれはロールプレイですよね、うん、ああお前は、うん、お前四十七士であるみたいな、うん、どうするみたいな感じになると、ね、そういうのが特に歴史教育においては大事だよっていうふうに伊藤先生は言ったと。でそうこれにやっぱ向いてるのはゲームであるということで、うん、そのゲームを取り入れることによって学習事象っていうのは外側からただ覚えるものではなく、単なる対象ではなく取り組むべき課題になる。課題というのはつまりゲームにおいて課題を与えられるからですね、はい、だからまあチェシングルではキラポズケの助を本当に殺すから分かんないわけですね、うん、ね、あたうちなんてよくないよってなるかもしれないので、はい、それがまあゲームということになります。はい、でそのゲームの効能ということを 7項目に分けてやっております。まず状況、制度、立場、性も分かりますよね、うん、ある立場に置かれる。で役割、成績、まあ、これも分かりますね、はい、で不確実、これも分かりますね、ゲームは不確実なので結果が分かりません。で、自分自身のやり方で作る、つまりプレイが自由ということですね、はい、作り変える、まあ、ゲーム自体は作り変えるということもあるんでしょうけれども、はい、まあ、いろんな、やってみるまで分からんということですね。で失敗できる自由というのももちろんあります、まあ、実生活では死んでしまうようなこともできますと、はい、でこれは大事ですが結果に対する解釈と評価の自由、つまり勝ち負け、ゲーム内での勝ち負けをそれは絶対なものではないわけですね、うん、後から見てあのいろいろ解釈ができる、違う評価ができるということです。でこれをあの本文ではゲーミングとはゲーム本体とディブリーフィング、まあ、要は感想戦ですねを共に含んだ教育の過程である。これは多分ものすごく重要なことです、うん、ゲームやって終わったんじゃねっていう、うん、そこで終わったんじゃちょっとっていう話になります。あでも一章に書いてることは僕も全部授業でやってますよ、網羅してる、まあ、まあはい、まあそうでしょうね、はい、昔陸軍大学校っていう組織があって、ものの見事にこれやってて、でもあの結果見るとななるほど、相当批判的にやってやんないとやっぱりそれはそれでまずい、うん、でこの一章の見るとどちらかというと鎖国ゲームみたいなのを自分でデザインさせていて、鎖国をどうするかっていう話をしていて、どちらかというとまあディベートに近いですよね、やってるところでブレインストーミングとディベートに近くて、システムが先にあってやってるっていうシステムが遊ぶって感じじゃない、鎖国ゲームはそうなんですけど、それはまたねあの難しいんですけど、で一応その、ゲーミングとはの動画下の学校、これ私の注釈ですが、この格好がついているから私の注釈です、うん、で私たちが僕らがゲームが終わった後に勝敗とは関係なくゲーム自体を起用しますね、うん、まあ、我々オタクはそれをやります、うん、であのそれと同じようにやっぱりゲーム設定の妥当性自体を考察できるようじゃないといけないよなというのは非常に大事なことで、まあ、結局そのゲーム設定自体を本当のことだ、これはリアルだと捉えてしまうと、まあ、大体ろくでもないことになるので、うん、それ自体を考察できるというのは、うん、まあ
あと一つはなんかきっと自分で作るのも大事だって書いてありましたね。これあのタイタニックをやるときにタイタニックを自分で子供が作って作ったあはい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 、ね、そうそうあのなんかねレゴかなんかで作ってやってでそれを子供がわいっていうところってある手がライフ壊してしまう、うん、なぜかっていうと自分で作りたかったからって、うん、まあ非常にいい話だと思うんですけど、あと超越者不在のリアリティってありますね。まあでこの超越者不在もこの6番とつながるんですけど、要はそのまま終わってしまったら超越者がいるわけですよ。ゲーム自体が超越者だから、うんうん、だからゲーム自体は起動できなきゃいけないとは思います。本文であんまり言われてないですけどね。で、次いきます。ここからは2章から、あれ歴史に神はいないってことでしょ、つまり要はなんすかな、つまり私たちが自由にやってこういう結果が出ました、だから超越者いませんでしたとか言うけれども、それは結局ゲームシステムをどたされているだけだという話なわけですよ。ああ、うん、お釈迦様の手の中、そうそう実はね、はい、だからなんか創造説でも神が世界を作って物理法則まで作ったけれども、その後いませんという話がありますが、まあ、結局それは物理法則に支配されておりますので、それと同じ話ですね。うん、なるほど、分かりやすい。で第2章から具体です。まあ、今回2章と3章しかありません。で歴史ゲーミング教材1630年代幕府の選択で、これ書かれた方はですね、あの1章の吉永先生と同じです、うん、はい、でこの教材は、鎖国、今あまり鎖国って言わないですけどね、解禁って言いますね、鎖国してなかったから、ね、まあ、鎖国はね同時代的な言葉でもあるんで、まあでもそこを含めて一応教材化してますよ、うん、で、鎖国成立時の日本とそれを取り巻く国際状況について、日本一国に限定されない多角的な視点を持たせます、うん、その国際状況の中で江戸幕府が宗教と政治に関してどのような最終判断を下し、どのような対外関係を選択するかについて、その政策意思形成過程を体感させます、うん、以上を通じて宗教と政治に関わる問題状況、特に今日の国際社会の状況に対する理解力と判断力の基礎を形成する、まあ、もうすごい。どれぐらいの人を対象に、この本の中でやってるのは自分の学生、愛知県大学生なんですが、多分高校生だと思う。高校生だとかなりレベル高いね。レベル高いですね、うん、でこれはチーム戦です、はい、幕府チーム、スペイン・ポルトガルチーム、オランダチームで3チームに分かれます、うん、はい、これ一応社会科教育法だから教職課程の中での授業で、うん、まあ、要するにアクティブラーニングを覚えさせ、うん、やりながら実感させるっていう目的で教職課程の中でやってる、うん、でスペイン・ポルトガルの目的、これ最初にカードかなんか配って目的を読ませるんです、うん、はい、でカトリックの布教および貿易による利、うん、オランダは日本との専属的な貿易関係の樹立、うん、でプロテスタントですけど、まあ、あまり布教意思ありませんよっていう、で幕府は、まあ、キリスト教は禁止したい、これとなんか薩摩藩とかがなんか来るの嫌なので貿易の利益は独占したいというのがあります。でこれでどういうふうにゲームを進めるかといいますと、薩摩藩はプレイヤーじゃないわけ、ね、あ、ないです、今は薩摩藩で適当に言っただけです、はい、最後諸大名に貿易利益を奪われたくないという話、できるだけ単純化されている、そうそうそう、そうですね、でゲームの進行です。まずさっき言ったように指令書、つまり今言ったような目標が書かれた指令書、もうちょっと詳しく書かれた指令書を各陣営に配る、で各陣営が作戦会議をする、で交渉は幕府とその他2つの、幕府とも A、 幕府と B、 だって A と B はこの交渉では交渉できない、ただその後のフリートークでは何かできる、うん、はい、でその後島原の乱のイベントが起こります、うん、ここでオランダが幕府に大砲を貸すかどうかみたいな話が出てくる、うん、もう一回作戦会議をやって、もう一回交渉をやって、で最後に幕府が幕府の中だけで相談をして、で幕府が最後通告します、うん、我々ちょっとスペインと仲良くすることにしましたみたいな通告をして、でその後史実の紹介で最後にディブリフィン感想戦をやって終わるということになります。で実例結果としてはほとんどのゲームグループで幕府はオランダのみとの関係を選択した、まあ、だから史実通り、ただしディブリフィンを通じそこに至った経緯が様々であることが判明しました、まあ、例えばですね、なんかスペインがすげえ落としてきてどうだったとかですね、あとオランダが結構誠意を見たとかですね、そういうのいろいろあったと。でこれは私の感想ですけど、これ読む限りにおいては、まあ、最終決定権は明らかに幕府が持っているわけですね、はい、ただ幕府がですね得られる情報がですね少ない、
うんうん、これつまり話術なんですよね、うんうん、だからその時にスペインってどんくらい強かったの、でそのスペインがどんくらい強いというのを幕府はどこまで知っていたのみたいなことが一切わからない、うん、だからスペインがじゃあ、どっかの港町に無敵艦隊を突然現したりとか、プレイングが可能なのかどうかっていう、そうそう、どこまでプレイヤーにそういうデータを与えるかっていう話で、あんまり与えすぎるとこれはちょっとシャレにならなくなるじゃないですか、そうそう、ただ与えすぎないとですね、これ例えばあるプレイ例では宗教自由化しようぜみたいな話になってるわけですね、うん、でなぜそれが無理だったのかというのを、まあ、いつ伝えるかとか、そういう話でどこまで可能性を絞るかみたいなのがやっぱりゲーム、あの歴史ゲームはものすごい難しいなというふうに思いました。うん、私はこれに書いてあるよりもう少しあの学生にね、うん、データ与えてたんじゃないかと思うんだけど、ね、あの私が見たのはどっちかというとイタルさんとは違って、うん、これはあのシチュエーションをどう切り出すかっていう話で、多分歴史率と展開が変わらないぐらいに周りの情報を固めたあらかじめハンドアウトを用意していて、うん、そこはブレないようにして、うん、だって歴史を簡単に変わらないようにしていて、でも可能性の話をすると変わってもいいわけであってね、はい、まあ、変わることもあるでしょうけど、うん、多分ほぼならない、うん、でその代わりにその交渉のプロセスっていうのを投げてる、うん、あのデータをあんまり与えないと交渉は本当に話術になっちゃうわけですよ、そう、うん、根拠がないわけだと、それでも話術になっちゃう、うん、だから中身のないディベートみたいな、そう、うん、だから俺はこんなに強いんだぞとか言ってもそれが本当か嘘かしか分かんないですよ、ぬる、うん、ですよ、ぬる、こういうのはホビーゲームでも、うん、こうマダミステリーとかでもなるんですよ、情報が特にない序盤とかすぐなる、うん、ですからそこあたりの情報の出し方っていうのはかなり限定していて、うん、かつしっかり決めている、難しいですよね、まあ、そこはデザインなんだろうね、特に歴史は難しいなのも怒ってるわけですからね、うんうん、難しいなっていうのは思いました。はい、で第3章もう1個の例です。これちょっと面白いです。コミュニティ防災ゲーム地震編、はい、でまず問題として都市における遅延の欠如というものが、まあ、ありますね。私も隣の人とは1回しか会ったことがありません。そんなもの。私はよく子供がいると結構挨拶しますよね。うち同い年の子が隣、はい、お隣さん。いやうちは長男館に行ったら我々が最年少。ああでも偉いな。みんな70歳ぐらいの人にみんな給仕していただいて申し訳ない気持ちに。いいです期待の若手ですよ。だから申し訳ないです。それはだからいかに逃げるかってことを今考えてる。で、であの阪神の震災のデータとか持ってきて、災害時は近隣住民に助けられたり助けたりすることが結構ありますと、協力大事ですと。で、あと防災教育とゲーミングの利点ということで、防災教育っていうのは体験に基づく行動中止学習の方が効果が高いらしいですね。なんであのゲームの中で実際にそうゲーム内で体験してですね、の方が効果が高いと、うん、でしかもその後にディブリーフィングでじゃあこれ君の住んでるところで起こったらどうするみたいになったら非常に効果がよろしいと、うんうんうん、いうことでとても向いているという話になります。これっぽいのはやったことあるな、うん、これ多分結構ありますよね、うん、これね小学校ではこういうのをやる、うん、子供もやってる、やってますよね、うん、多分。でゲームの導入、プレイヤー4から6人で複数宅立ちます、あの1クラス で、うん、でゲーム正解、〇〇町という地域コミュニティがあります。皆さんこの住人です。他古い住宅があって狭い道もあって高齢化が進んでます、うん、地域住民の声でもあまりありません、うん、はい、であなたはこの住民で、これも面白いです、幸せに生活したいと考えてます、はい、幸せになりたい、はい、あなたの目的はできるだけ多くの幸福を得ることです、うん、これすごいでしょ、うん、ね、教育ゲームだし、アッピーカードってカードなんだ、そうそう、うん、面白いですよ。で教材にはこの URL からダウンロードできます。パラノイアみたいな、マップがあって、から防災経験シートは自分が やった防災を書く、で個人活動シート、コミュニティ活動シートってアクションリストです。ここからアクションを選ぶ、イベントシートはあのラウンドごとに 3D6 ってイベントが発生します。あとハッピーカード、お金カード、時間カード、借金カードっていうのがあります。これは幸せの基準、尺度なんです、うん、でゲーム概要、目標は幸福を得ることです、うん、すなわちハッピーポイントを得ることです、うん、ハッピーポイントとはハッピーカードの枚数プラスお金カードの枚数マイナス借金です、うん、借金、はい、でこれ一応ねハッピーカードに変換した方が効率がいいです、お金そのまま持ってる、はい、よくできてます。だからゲーム的だよね、作り方が、商品券を買うわけです。で個人アクションリスト、企業アクションリストがあるので、このリストからアクションを選択し、その選択したアクションに
で対応した時間カードとお金カードを消費しています。で、選んだアクションが防災活動であれば、防災経験を自分のシートに記入したり消火器とかがもらえたりします。で、それ以外になんか好きなことをやるアクションがあるんですよ、うん、なんか友達と茶飲み話をするとか、うん、これをやると、ね、ハッピーカードをもらえるんです、うん、ただし防災経験は得られません。こうするとどうなるかっていうと、ね、ネタバレすると大地震が起きて何も対策してないのめちゃくちゃハッピーが減ります。これですよ、ね、防災ゲームとしてやってるわけだからね、うん、っていうのは、まあ、そうそう、まあ、どっかでそれは起きるでしょうとは。で、一応インスト時にはこの災害対策の必要性というのは一応喋りません、はい、目標と皆さん幸せになってねって言ってカードを入手の方法だけを説明します。面白いんじゃないですか、ね、よくできてる、面白いと思います。で、役割決定で町内会長を1人設定します。なんか教育的な桃太郎電鉄みたいになってます。で、町内会長による、まあ進行、町内会長がまずコミュニティ活動、みんなで教育してやる活動を提案して多数決にかけてやったりやらなかったりする。で、各プレイヤーによって1人ずつ個人活動をやる。で、その後3人で送ってイベントが起こる。イベントによってランダムで災害が起こって、で、対策していればなんかハッピー減らなかったけど、うんうん、対策してなかったらなんかハッピー減ったりする、うんうん、はい、で、一定期間経過後、全グループ同時に大地震イベントが起こります、うんうん、はい、で、これは3ステップに分かれていて、自宅から外への避難、避難所への避難、避難所生活で3ステップで、それぞれの対策に応じたハッピーの減りがあります、うんうん、はい、例えばこれね、地図が赤い道と青い道とかあったりするんですけど、赤い道って狭いわけですよ、うんうん、それをなんかして広げておかなかったりすると、避難所に行くときになんか怪我したりするわけで、ブロックがどうしてもよくできてる。面白い、なんかした程度で道は広くなるのか、それはよくわからない。それがなんかちょっと愛になる。自転車がいっぱい置いてあるとか、なんかこう植木鉢がやったとか、そういうことだと思うんですよ、ね、そこでなんか道を広げる選択肢をすると、隣の家との圧力が生じて家が燃やされますとか、そういうのではない。そういうのは多分、そういうのがないです。それはない。で、みんなこれやった後ディブリーフィングやって、グループ内で、あの人はなんであんなハッピー溜まったんだろう、で、俺はなんでこんなハッピーなんだろうみたいな、そういうやったり、あとグループ間ですね、あっちの平均ハッピーはこんないいのに、はい、こっちの平均ハッピーはこんなクソが、町内会長しねえみたいな感じがあったりすると。まず町内会って仕組みがクソですからね。ね、まあね、武蔵野市民の立場としてやっぱりそれは言わざるを得ない。隣組からだね。ね、本当にそうです。武蔵野市民はね、町内会を日本で唯一持ってない誇り高いです。コミュニティ、ね、活動は、はい、まあ、私は自分の教育者としてのやり方が正しかったってことを確認できます。全てやってるもんね、全一致のやつね。でもそれが一致するっていうのはまあいいことかも。一致します。後期モーセイギルでやってより歴史学っぽくしようと思いました。はい、で、ここでやっとネタバレをします。もう分かりきてることですね。対策取ってないと大体ひどい目に遭うんだよっていうこと。で、このゲーム設定って結構現実世界と似てるよね、うん、みたいな話になって、うん、で、ゲーミングの攻撃強化がここで出てくるということになります。はい、で、あとバリアントとしてですね、これ90分想定のルールらしいんですけど、集中攻撃で180分でやることがあったりすると、でその場合各住民に細かい役割をいたりですね、例えば会社員はもう地域コミュニティとほとんど切断されている。ただし金はたくさん持ってるみたいな。そういうのとかですね。あと、町内会長に秘密目的を与える。もう、いろんなグループの中で一番うちをハッピーにしろとかね。うん、そうするとなんかもう、お前ら絶対この、なんか町内清掃をやるのだみたいな町内会長やって、なかなか面白い。よくできてると思います。はい。で、あとは大地震の時に各自の対策度に基づいた課題を詳細化する。例えば、まあ、さっき言ったように狭い道ばっかだったらなんかすげえ難しい迷路を渡されて、これ時間内で解けるとかやらされたりする。なかなかいいですね。また逆に小学校でやるときは非常に簡素化することもできる。っていうなりで、まあ、僕これちょっとやってみたいなと思います。はい、です。今回これで。まあ、でもそうです。これそのイベントが起きるとなんかザ・オーイズ・マインみたいな感じ。そうね。そういう風にしてみればザ・オーズ・マイン。うちの実家の愛媛は南海トラフがバーって下に流れてるし、なんなら伊方原発もあるので非常にこう、 こう身につまされます。逆にそう思えてこの程度のことで対策になるんだろうか。ならないんですけど、まあそういう設定なんですよ。やっぱこう対策を取ろうとしたら隣の住民と大変な目に遭うみたいな、そういうところ。だから現実にはね、そういう複雑なジレンマがあるんだけど、それはゲームだからもう車掌してね、割となんか二択みたいな、ね、いやでもバランスをデッドリーにしちゃえばいいわけですよ、単純な。まあね、それはちょっと
それをやるともう対策してもどうせ死ぬんだみたいになります。いやいやだからいやそうなんだよ、対策してもどうせ死ぬたらマジで言われるわけですよ、うん、あまあね、うちはだってマンションの管理費を倍にしようってだけでそれ言われたんですから相当ギスギスしたマンション、それがすごいですね。管理費1万2万に上げるだけでそんだけ大変なんだから、それはゲームになりますよ、ね、ゲームになりますよ、ね、そう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 、ではマンション管理人やってる私が監視しましょうか本当でも金はトラブルのもとだよね、管理費上げるって一番住民にこう来るところがあるんですよ、本当大変。あ、そう、あのこのゲームはねプレイヤー死にません。おう、もうな、うん、もうどんだけ自堕落な生活ハッピーばっか集めてようと、うん、ハッピーめっちゃ減るだけです、うん、死にません。あ、死ぬよりひどい、めっちゃ減る、めっちゃ減る、減る減る、うん、じゃちょっと大きく減るよねこれ。そう、めっちゃ減る、これ壊れたハッピー20枚減るってことだ。そうそうそう、20枚わけわかんないですよ、なんかね、なんか友達とお茶してハッピー2枚とか言ってるのが、ね、全部募集です、うん、募集とやっていう、家がなく流されっていう、まあ、それまあ面白い観点だな、うん、ただねやっぱりあの歴あのこういうのはいいんだけど、歴史ものだとあのいわゆる史実と違っちゃう可能性があるんですが、はいはいはい、そうするとその、まあ、さっきねお母さんも言ったけど、 こうあんまりさきつくね史実通りになるような条件やったら、うん、今度はやる意味がなくなっちゃう。それはただの学習ではないかみたいな、あの、まあ、歴史とは何か、まあ、歴史に足らればはないっていうけど、まあ、足らればを言うのがシミュレーションだから、はいはいはい、 そうですね、その辺の考察がね終わりの方に出てきて、それはちょっと面白いと思う、うんうん、それはむしろゲームとしてよりは歴史を考える意味でちょっと面白い、うんうんうん、あと2章読んでてちょっとあの思い出すのは、まあ、最近またちょっと人狼ゲームみたいなのポツポツボードゲーム、ユーロゲームで出てきますよね、はい、ヒューストイルカ発生とかよく持ち込みでやる、はいはいはい、一緒にやるんですけど、うん、まあ、そういう時にもうやっぱり話術が勝っちゃうとは一緒だよな、まあね、どうしてもね、そう、なんか話術が勝ったり雰囲気が勝ったりするっていうところがあって、それを絞るためにはやっぱりこういう事実を与えの与え方とか判断材料の与え方の度合いによってゲーム性っていうのがだいぶ変わってくるから、もう少しそのなんかゲームにおいて得点するため、ユーロゲームなんかでも得点するための外的条件とかを多くすることで、人狼っていうのがもうちょっとユーロゲームらしいというか、もう少しなんかあの違う顧客に持っていけるのかなみたいなことはちょっと考えます、ね、まあそれも程度がなかなか難しいけどね。そうですね、そうですね、もう人狼ってのはどの程度論理的なんですか。私はほとんどやらないよ、ね、セッティングによるとは思いますけど、プレイヤーにもよる、うん、最初は全然論理的じゃないです、まあ、そうですよね、はい、最初はね、はい、ヒントなさすぎだもん。ただそのヒントない中で何かを していかないといけないので、人狼側っていうのは相手を殺して勝つために何かしないといけないんで、その何かする過程でボロが出てくるっていうところから、後半がちょっとずつ論理詰めになるので、うまい人がやる、頭は本当に当てずっぽうだよ、うん、最初はやっぱりな、それは後半を論理的にするために前半無駄死にするような、ね、あ、そんな感じ、そんな感じです、うん、だからそういうのをあのなんていうか改良したようなゲームいっぱい出てるけど、まあ確かに、まあ今度はややこしくなるけど、ね、まあ確かに、うん、論理をどこまで知ってると良いかみたいなのバランスも結構難しそうなイメージありますね。まあ所詮そのまあなんていうか、うぞうむぞうのゲームに対して論理を1から100までバッチリ追うわけにはいかないまあだからマダミセリーみたいになると論理だけじゃなくてね、こう印象とか、はいはいはい、そういうのが出てくるから、うん、まあだからいいとも言えるし、うん、よくないとも言えるんだけど、難しいところですね、うん、まあなかなか面白いですね。